さ、あ、そうじゃん、じゃあ、来てって言うとるやん。ああ、そっか、俺の携帯使ってたんだ。俺の携帯どこ行っちゃったかなと思ってた。ずっと。あいつ一人好きだな。すぐ一人になっちゃう。浮いてるの。実は浮いてる。実はあいつのことみんな嫌いだ。みんなってハブるから。だからさ、なんか俺なんか距離感的に4日壁ね。おかしいんだよ、なんか広いよね。そこそこの2人ずつ空いてるけどさ、なんかこうやって満員出ちゃってもう立ってるべき。これ仲いいアピールしてんじゃないかな。仲間外れ。はい、はい、はい、ついてる。すごいさ、大事じゃない？眩しくない？眩しい。これなんかオフしたね。しょぼい。しょぼいよ。冷蔵は任しといて。エクドはいろんなとこ行くもんね。多分あなたのことにも変わらない。皆さんに夢を与えるからね。あの子もあるから。あるからね。来なくてもいいのに。マジでね、お座りに今のうちに行ってくるのはね、そこに座るやつに気をつけろっていうね。そこに座るやつに気をつけろ。だから隣嫌だ。そうね、俺あいつの隣だけは嫌だから。怖いよ、なんだ。ちょっと離れてたから楽しい話をしてて、楽しい話をしてて。よかったね。よかったね。座らなかったですか。あ、そうじゃない、持ってた。持ってた。さっきからずっと貸してた意味ないじゃん。持ってたんですかね。なんか携帯鳴ってんなと思って、ガソシからLINE が出ますよ。嘘、俺に触ったっけさ。なんかガソシ名義で電話が向かってきてるよ。話した。でも今ので要件したんだ。言った、言ったの。とりあえず、まあ来てもらったことにしといて、気まついたらまた電話してもらうよ。なんかさ、こいつはストーカーみたいな。すごい匂い。西口、東口っていうか、どっちかいう私が殺されるよね。これ選択肢でギャルゲーとかね。直径のどっち口にしようかな。会った方がいいのか、嘘をついた方がいいのか。メリーさんだから。カスタシ、今秋葉原。カスタシ、もう止めにつくよ。なのにね、このメリーさんとね、バグってるからね、西口か東口はわからない。惜しいな。惜しいな。ミリーさんね、ミリーさんぐらいだな。ちょっと惜しいな。ミリーさんちょっと面白い。面白いな。ミリーさん惜しいな。まだ犯人前です。みんなプレゼント用意していますので。そのためにやっとくしかないよ。ミリーさんやっちゃったら待ってる場合じゃないでしょ。クレイジーゲームバンドのクレイジーゲームバンド。うるさい、こいつばかり黙っててもらうか。でさ、マイクどこにあるの。まあそこで、ああ、あるね。どこ？ある程度、まあ中のやつを見せてもらったら、スタート。
ブランチ余興みたいなね。いいと思う、いいと思うとかの前にね、あの何の余興を挟むみたいな。何の余興。もうなんか嫌そうだね。いやいやいや、近づいてこないから。あ、なるほど、俺が来るやつだ。そうなるほどね、近づいてこないから。あ、そういうこと全然。俺はウェルカムだから。なんで付き合いてて。気持ち悪いな。いや、まだ距離感わからない感じだから。距離感まだわからない感じ。そうそうそう、だからそう、あの探り探りだから。始めてるよ、これ始めてるよ。そうするとそれ余興で終わんねえ。頼むよ。さっきからぐらいからいっぱいも飲めるから。ちょっと飛ばせるじゃん。チャプター37ぐらいまで頼むから。そうだな、あと3、4時間ぐらいかかるかな。いや、もう終わっちゃう。出なきゃいけないですよ、こっちは。3、4時間後になんかみんな号泣してるから。終わった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 。それで終わりだから。バックミュージックを歌うから。でも泣いてるわ。そうか、もういやいやいや、潰れないからね。ハッピーエンドだよ。ああ、うん、そう、ハッピーエンド。いつ始まるのこれ。え、何これ、普通に喋って言えない。そう、何よ、仲良くしろよ。何言われたの。どういうこと。な、おかしいだろ。始まんねえよ。始まんねえよ、早く始めろよ。言ったなお前先生、そっちになったの。いやいやいや、あのこれが必要かなと。まだ乾杯かなと。カイト、そう、カイトの乾杯かなと。本格的な乾杯の前。前それ俺らどうやって見てないよ。まあいいよ、まあ甘じて許してあげよう。なんかね、むずましいから始まんねえから渡しとく。64ギガ、ありがとうございます。向こうはね、事務的な行動してるから。始めてくんねえんだ。いやいや、その間に俺は事務的なことしてようっつってんだよ。あ、そういうこと。始まるよ、つないだけってこと。だってお前だってそれがさ、このカメラずっとさ、2ギガ、2ギガとか言ってる動画映ってどうなの。なるほどなるほど、じゃあこのままでもいいよね。全然そういうことか。俺らあえて対照的になるよ、自分的な会話してるから。対照、やっぱりなんか仲良い系の会話を。そうそう。